あれ通れないぞ。ふわふわ。オーケー、僕たちに任せといて。消防車にパトカー、ゴミ収集車に救急車、交通パトロールに幼稚園バスを駆けつけたぞ。やっほー、よし、みんなで助けるぞ。うわ、すごい砂だな。いえ、重たいな。はしごも届かないぞ。なんてこった。これは僕たちじゃどうにもならないぞ。僕は何をすればいいんだ。全然ダメだ。よし、僕たちに任せて。今度は工事車両たちが駆けつけたぞ。よし、僕に任せておいて。パワーショベルで土をすくうよ。すごいパワーだ。すくった土はダンプカーに下ろすよ。よし、いっぱいになったぞ。よいしょっと。ホイールローダーもたくさんの土を運ぶよ。よし、もう少しだ。みんな頑張れ。よし、もうちょっとだぞ。最後はこのワイヤーで新幹線を引っ張り出すよ。引っ掛けて、トーマスが引っ張るよ。よいしょ。よし、出てきたぞ。あ、トーマス、そっちの方はまだまだ工事中だぞ。トーマスたち、引かずに行っちゃったぞ。ひゃー、なんだこりゃー。わー、みんな大丈夫か。いてててててて、今度トーマスたち、水の上を走っているぞ。ひゃっほー、川の上に線路があるなんてすごいな。わー、ヒロ、そのとこで止まらないで。わー、だけどこの先道がないぞ。あ、マーシーだ。わー、なんだこりゃー。トーマスたちも水の中に落ちちゃったぞ。ひぇー、助けてー、僕は泳げないんだよ。トーマス、大変だ。だだだ、誰か。トーマス、大丈夫か。あ、ハルクが助けに来てくれたよ。わー、早く助けて。よし、トーマスを持ち上げてダンプトラックの上に積んでいくぞ。よし、みんなもどんどん積んでいくぞ。ケイトリンに、よいしょっと。次はヒロ。今度はパーシー。お次は流線形のトーマス。よーし、今度はペンキのかかったトーマスだ。ステンディーも乗せるよ。ダックも助けるよ。お次は赤っ端のジェームスを助けるぞ。よしよし、これでみんな助けたぞ。マックイーンがやってきたぞ。こんなところに滑り台があるな。イヤホー。わ、とっても楽しそうだ。中はトロントだぞ。よし、今度は体をきれいにするぞ。こっちにはプールがあるんだ。お次はゴミ収集車だ。わお、僕も汚れちゃった。よし、僕もきれいにするぞ。やっほー。今度は郵便車だ。郵便車もとっても速いぞ。郵便車の次はラモンがやってきたよ。ほっほー。わー、ラモンのすごいスピードだ。やっほー、とっても楽しいぞ。ラモンも汚れてるな。よし、早くきれいにしようっと。それ。次にやってきたのはダンプトラックだ。今度はミスグリッターもやってきたぞ。いやふー。わ、こっちもどんどんいっぱいになってきたぞ。みんなとっても気持ちよさそうだ。黄色いショベルカーもやってきたぞ。レッツガゴー。ウィルソンだ。ふぅー、ふぅー。次はパトカーが来たぞ。かっこいい。行くぞ。それ。僕も行くぞ。メーターもやってきたぞ。いやー、いっぱい汚れちゃった。それ。わー、みんな楽しそうだね。トーマスもやってきたぞ。そうじゃないか。シェリフもやってきたぞ。いやほー。
くできたぞ。お次はトミカ水産のお魚屋さんだ。よし行くぞ。それ消防車もやってきたよ。イエー。今度は少し大きめのタンクローリーがやってきたよ。タンクローリーの次はゴミ収集車もやってきたよ。やっふー。わあ、もうこっちもいっぱいになってきたぞ。左上にはパトカーさん、後ろにはポリスって書いてあるよ。パトカーは悪い人や困ってる人がいないか普段から街をパトロールしてるよ。いやっほー。あ、スピード違反だ、捕まえなきゃ。応援のパトカーやシェリフもやってきたぞ。もう逃げられないぞ。イエー、ごめんなさい。その下には消防士さんが入ってたよ。そこには消防庁って書いてあるね。大変じゃー、わしの家で火事じゃー。僕の出番だ。消防車が助けに来たぞ。消防車はいろんな形のがあって大きいのもいるよ。それよし、どんどん水をかけて火を消すんだ。あら、トッパーの発表に当たっちゃったぞ。うわぁ、いけいけ。よし、火が消えたぞ。わぁ、ありがとう。この下にはこれはブルドーザーだね。ここには小松って書いてあるよ。ここにはダンプトラックが入ってるよ。ここが上に上がるんだよ。そしてここには解体機が入ってるよ。かっこいいな。今度は僕たち工事現場で働く車だ。やっほー。工事現場で働く車たちはみんなすごく力持ちなんだ。ブルドーザーはすごい力で地や岩を流すことができるよ。どんな問題。ダンプトラックはたくさん積んだ岩や土を運ぶよ。ダンプトラックの下にはトミカ交通のタクシーが入ってるよ。僕はお客さん乗せて走るよ。あ、お客さんがいるぞ。いやー、助かったよ。よし、出発だ。タクシーの下には救急車も入ってるよ。いてててて、てなんだか今日はお腹が痛いな。よし、それじゃあ僕が病院まで乗っていくよ。ほんとかい。よし、出発だ。そしてお次は解体機の下にじゃーん、ゴミ収集車だね。ゴミ収集車は町中のゴミを拾って町をきれいにしているんだ。やっほー。で、今度はパワーショベルの右側だよ。パワーショベルの右側にはトミカ丸って書いてあるお魚屋さんがいるよ。ここからお魚さんが見えるんだ。へいお町、今日も新鮮なお魚がいっぱいだ。そしてお魚屋さんの下には観光バスがいるよ。黄色い観光バス、上から見るとわあ、たくさん人が入りそうだね。人をたくさん乗せて観光バスは走るよ。僕はたくさんの人を乗せて走るよ。今日はたくさんの働く車を紹介したよ。みんなはどんな働く車が好きだったかな。スピードなら僕が一番だ。待って待って、マックイーン、僕を負けないぞ。よし、シェリフ、ちょっと待ってて。それうわー、ミルキー、ミッツトイ、いやっほー。マックイーンがやってきたぞ。こら、待って、マックイーン。シェリフも後ろからやってきた。追いかけっこだ。スピードの出しすぎだぞ、マックイーン。止まりなさい。やだよーだ、スピードじゃ負けないぞ。待て待て、ん、なんだここは。木の上に何かいるみたいだぞ。あ、これは大きなクワガタだ。やった、クワガタゲットだ。他にもまだいるかな。みんなも木の中を探してみて。あ、いたぞ。今度は大きなカブトムシだ。いやっほー、これはヘラクレスオオカブトだ。かっこいい。まだどこかにいるかな。今度はあ、ここにも見つけたぞ。カブトムシはこの小さな角をつかむとうまくつかめれるんだ。たくさんゲットしたぞ。ん、これは何だろう。引っ張ってみるぞ。よいしょよいしょ。わあ、
これはとっても大きなヘビじゃないか。ひえー、ごめんなさい。はあ、はあ、すっかりマックイを見失ってしまったぞ。ん？カラフルな扉がたくさんあるぞ。この中にマックイーンがいるかもしれない。おーい、マックイーン、ここにいるのか。よし、一つ一つ開けていくぞ。赤い扉にはメーターが入ってた。緑色の扉にはスパイダーマンの車が入ってるぞ。かっこいい。今度は青の扉だ。あ、ミス・フリッターが入ってたぞ。マックイーンはどこにいるんだ。最後は黄色の扉を開けてみるぞ。よいしょっと。わあ、お化けかぼちゃだ。ヒッヒッヒー、シェリフ、一緒に遊ぼうよ。わあわあ、お化けかぼちゃがたくさん出てきたぞ。シェリフにプレゼントがあるよ。それ。わあ、なんだ一体。お化けかぼちゃの頭の中から白い石がたくさん出てきたぞ。ヒッヒッヒー、シェリフ、召し上がれ。うわあ、たった、大変だ。シェリフが石だらけになっちゃったぞ。ひえー、助けて。わお、シェリフ大丈夫かい。あ、メーターが助けに来てくれたぞ。よし、シェリフちょっと待ってて。それー、うわー、いてててて、て助かったよメーター。うん、やっとシェリフが起きてこなくなったぞ。まったく、シェリフはしつこいからな。あれれ、こんなところにお菓子がたくさん落ちてるぞ。よし、誰のかわからないけど、いただきます。あっ、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 うん、おいしい。わあ、もしかして君のだったの。ひぇー、ひゃあ、恐竜さんのおやつなんて聞いてないぞ。恐竜もカンカンだ。ひぇん？あれはマックイーンじゃないか。よし、やっと見つけたぞ。追いかけろ。いやほー、スピードなら僕が一番だ。待て待て、マックイーン、僕を負けないぞ。ひえー、シェリフは本当にしつこいな。わあ、行き止まりだ。よし、マックイーンを追い詰めたぞ。ひえー、落ちちゃうよ。それ、それ。ん？なんだなんだ？わわわわ、危ないぞ。わあ、シェリフ、水の中に真っ逆さまが。うわあ、やったやった、シェリフが水の中に落ちたぞ。やーい。まずいぞ、さっきの恐竜だ。わあ、ひゃー、マックイーンも落ちちゃったぞ。なんてこった。わあ、助けておくれ。またまたシェリフとマックイーンか。あ、メーターとハルクが助けに来てくれたぞ。よし、僕に任せろ。わあ、今度はマックイーンだ。ひえー、マックイーンもメーターもビシャビシャだ。ひえー、なんてこった。みんな、今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会おう。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。